夢の中の世界を自分が好きなように操れたらいいなと思ったことはありませんか？映画インセプションでは夢を使っていろんなことが可能になった世界です。他人の夢の中に入り記憶を盗んだり思考や記憶を操作することができる内容の映画です。このストーリーは夢の世界を設計するドリーマーたちのお話です。主人公コブは夢の中の仕組みや操作方法について誰よりも詳しい夢の専門家です。しかしコブは現実の世界では全てを失ってしまいました。コブは妻のメルと共に夢の世界の研究をしている研究者でした。彼らは夢の果てはどこなのかと夢の中を追求するようになり、ついに自分を使って実験することになります。当時、夢の中の数年が現実では数時間程度にしかならないことをコブは知りませんでした。メルと一緒に夢の中で50年という年月を過ごすことになります。メルとコブは夢の中で自分たちだけの世界を作ることにします。ここから全ての悲劇が始まります。become old souls thrown back into youth like that.I knew something was wrong with her. She just wouldn't admit it. Calm down. Don't you think I can tell the difference? If this is my dream, why can't I control this? Because you don't know you're dreaming! 夢の中を設計するときに絶対にしてはいけないことがあります。それは現実世界の記憶をもとに夢の中の世界を設計してはいけないというルールです。現実の世界の記憶に頼って夢の中を作り上げると何が夢で何が現実なのか区別がつかなくなってしまうからです。メルは50年の長い間夢と現実を見分けることができなくなってしまい夢の中を現実だと信じ込んでしまいました。ついにメルは夢と現実を見分けるために必要なトーテムを無意識の奥深くに隠してしまいます。事態の深刻さに気づいたコブは強制的に夢から脱出することにします。その方法とは夢の中で自らの命を絶つことでした。こうして現実に戻ったコブとメルは夢の副作用に苦しみます。特にメルは今いる現実世界が夢でもう一度死ななければ現実世界に戻れないと信じ込んでしまいます。このようにコブの最初のインセプションは失敗に終わってしまいました。コブの夢の中は事件のトラウマで以前のようにはコントロールができなくなってしまいます。そしてインセプションの失敗で現実世界では犯罪者として生きていくことになってしまいます。 I filed a letter with our attorney explaining how I'm fearful for my safety.
how you threatened to kill me. インセプションは全ての不幸の始まりでした。しかしコブはもう一度インセプションをすることになります。To America. To your children. If I were to do this, if I even could do it, I'd need a guarantee. How do I know you can deliver? You don't.今回のインセプションに成功すれば、犯罪履歴を抹消して子供の元に戻れるという提案を引き受けることになります。映画の最初のシーンは、斎藤が提案した2回目のインセプションを引き受けるシーンから始まります。複雑なストーリーの結末に対する意見はたくさんありますが、コブの2回目のインセプションは大成功ではないかと思います。最後のシーンで夢ではどうしても変えることができない記憶の中の子供たちがコブに向かって走ってくるシーンがあるからです。コブが自分でも言っていたように、子供たちの顔が見れるのは現実でしか実現できないことだからです。どんな強力なトーテムよりも子供たちの顔が現実世界にいるという証拠です。コブは2回目のインセプションでも現実と夢の区別ができず、何十年も夢の中をさまよってから目覚めます。コブが起きてからも、ここが現実なのか夢なのか戸惑っているシーンがあります。子供たちに会えると知ったコブにとって、本当に現実なのか疑ってしまうのもおかしくありません。最後にコブはトーテムを使って夢か現実なのか確認することにしますが、これ以上トーテムが必要ではないと知ることになります。しかしトーテムは最後の最後まで回り続けたまま映画は終わってしまいます。